ベアエムは1590年頃に書かれたエリザベス朝時代の戯曲。チャールズ2世の蔵書の中にあったシェイクスピア、ボリュームアイというラベルを付けられた巻の中にミュセドーラス、エドモントンの陽気な悪魔と一緒に閉じられていた。しかし、研究者たちのほとんどはこの戯曲の作者をウィリアム・シェイクスピアとすることに反対している。 フェア・エムは1642年の劇場閉鎖前に2度、4折版で出版されている。エドワード・フィリップスはその著書、テイトルーム・ポアテラムの中で、フェア・エムの作者は、ロバート・グリーンだと書いた。しかし、グリーンはこの劇の作者を嘲笑し、1591年に、フェアウェル・ツ・フェイヒーというパンフレットの中で、最終場面の2行をパロディにしているので、この説はあり得そうにない。 しかし、確かに、フェア・エムとグリーンの儀曲、フライヤー、ベーコンフライヤー、ブンギーは、関連性がある。フェア・エムの作者はどうもグリーンのものから借用している、ようである。グリーンの劇が書かれたのは1589年頃と、言われていて、そうなると、フェア・エムは、1589年からパンフレットが、出版された1591年の間に書かれた、ことになる。 この期間は前述した、ロード・ストレンジ、エスメンの活動時期とも符合する。現代の研究者たちは、ロバート・ウィルソン説、あるいはアンソニー・マンデー説に傾いている。マンデーの場合は、その儀曲、ジョン・エイ・ケントジョン・エイ・カンバーとの類似性が、理由である。ちょっと後の劇になるが、ジョン・デーの、ザブリント・ベガー・オブ・ベドネル・グリーンも、フェア・エムとかなり似ている。筋は、 伝承から取られている。フェア・エムの副題、ザ・ミラーズ・ドーター・オブ・マンチェスターと同じ題名の、バラットが1581年3月2日に、書籍出版業組合の記録に登録されている。フレデリック・ガード・フレーラ19世紀の注釈者の、2、3人はこの劇には、隠れた重要なテーマがあると主張した。当時の演劇の演習へのアレゴリーがそこにはあると、解釈したのである。 しかし、現代の研究家は、その意見を空想的だと否定し、この作品を軽いエンターテインメントで、それなりに出来はいいと考えている。シェイクスピアが、ウィリアム一世かバリングフォードかを劇にしたという、推論も受け入れられていない。本筋では、ウィリアム一世が、リューベック公が、トーナメントに持ってきた盾に描かれた美しい女性の肖像画に、心惹かれる。ウィリアム一世は、 肖像画の元になった女性に会いたくて、変装して、デンマークのザ・ウェイの王の王宮に行く。そこで、ウィリアム一世はその女性、デンマークに人質として囚われていた、スウェーデンの王女マリアンナに恋をする。しかしマリアンナは旧愛者のリューベック公に対して、低粛で、ウィリアム一世には何の関心もない。その代わりに、デンマーク王女ブランチが、ウィリアム一世に熱をあげる。 王女たちは一芝居打つことにする。ブランチがマリアンヌに化けて、ウィリアムと一緒にイングランドに逃げる。最後に真相が明かされ、ウィリアム一世は、ブランチと結婚する。脇筋は、マンチェスターの粉屋の美しい娘 M の話で、M は三人の求愛者がいる。M は、マンビルが好きで、バリングフォードには、目が見えないふり、マウントニー、e、には、耳が聞こえないふりをして、避けようとする。 しかしマンビルは M に対して不誠実で別の女エリナーと両天秤をかけている。最後にマンビルは両方の女性を失う。M は自分に対して最後まで忠実だったバリングフォードと結婚する。M が実は紳士階級の娘で粉屋の娘に化けていたことがわかる。本筋と脇筋は最後に一つになる。実は ウィリアム一世はペテンを使ったことで王が申し出た、ブランチとの結婚を渋っていたのだが、M から女性の定説さを悟され、結婚を承諾することになる。ローガンスミス、P217 ローガンスミス、ピアニッシモ216から17、チャンバーズ、ボリューム4、P11。ありがとうございます。